誰がなすりつけられてるかわかんないの、これ。こ、怖いです。わからんけど、私じゃないから、私じゃないから、リオンさんつる。よくないよ。資格がないぞ。しょうがないじゃない、近くにいて落とせないしかいなかったの。いや、大丈夫。ゾニキさん負けるよ。こんにちは。これイビルビーだった場合地獄だよね。アラサーに戻っちゃう、言うな。これで来る引くの。あ、いやでもまだある。こんだけいろいろ役がある中で嘘でしょ。あ、ただの下手くそな人だった。タスクはタツキンさん、あら、終わんね。はい、おー、ナイスボタンをしました。ボタン押しちゃったんですか。黒のコツで、黒のコツで、黒のコツで。やばい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 、ニブイチ、あいつを釣れば本当に釣れるぞ。村終わる、村終わる。終われ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 。次行こう次行こう次行こう、次殺せ殺せ殺せ、次のゲーム。やばい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 。絶対が人外魚入ってるだろ。人外魚入ってても終わるんだよ、バカだ。お前が言ったんだよ、バカが。バカすぎるだろ、今の入れたら。人外おまけだからね、みんあれなんですよ、クルー陣営の時のミニを釣っちゃうと、あの負けなんですよ、確定で。みんなが確定で、みんな負けなんよ。なんか絶対釣っちゃいかんのよ、冗談でも。冗談でも釣っちゃいかんのよ。おもろすぎるんだよな、攻めてるな、攻めの姿勢ですね。セルフィー、俺の、俺が来てなんか、あ、拓也さん来たからサムネイルめんどくさくなったわとか言ったセルフィーさんがいらっしゃいましたね。あれ？こう。え？はい。はい。おー、誰か早すぎた原発。早すぎた原発く？偉すぎた原発。あ、みんな噛み合わねえな、今日。ダメだな。今日もダメだな。あ、4歳だ。キルペース上げろ、キルペース上げろ。殺せ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 。死ぬやん。そういう意味じゃなくて。どんどん減ってる。人外スキル、人外スキル、やめなやめな。人外でもないってな、全然。先シフト空いてたら、絶対ザチキンさんなんだよな。あー、じゃあザチキンさんマットかな。あり得るとしたら。今のあの動きはマットっぽいな。チェーンシフターは絶対つけてたな。俺は思うんだけど、チェーンシフターはさ、即付けするより盤面見て役職奪う方が強いと思うんだよな。切られたら負けなんだけど、まあ、ずっと持って適当につけるくらいだったらね。ああ、ダスク、黒猫、ちょっあっちか、見よ。担々麺、ゾニキ、黒猫、ダスク、殺せって言うから、まあ、まあそうだよね。殺せあげられた。あ、落ちちゃった。やっぱまあさすがにちょっとあの、うん、あの死んで、死んだ手にしてもらいます。ちょっとおい、じゃあ死んだ手でお願いします。生きるか。なんですが、ウィンバーチャルグソクムシさんが直前降りていきました。殺せ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 。目の前でミオさんが、目の前でミオさんが切ってました。あの死体が入るところにあった。俺グソクに入れたわ。うそやろ。ゾニキ証言するんですが、停電を直す証拠機に、右側で停電直したのが、直したあたりにいたのが
ザチキンさんで、で停電治ったタイミングでザチキンさんに乗って左に来ました。その後ボタンがザチキンさんの手によってすぐ押されると思いきや全然押されないので死んでるかなって思ってて、これなので、なのでザチキンさんが相当今切ったのであればその間ザチキンさん何してたんだってなので、はいはいはい、まあ、なので愚足さんがほぼほぼじゃあフッとしたというか人海かなと、まあ、じゃあ投票っていうことでスキップに入れます。あじゃあいやいやでもいやでも猫好きさんが切ってたので、猫好き貨物で停電直してからアーカイブあそっかそっか貨物直してるんですか。うん、目の前で小耳を逃しにナイフを散らすかって切ってたんで、なんだこれ2回殺されてるなこれ。いやよかったな、つる手は省けたわ。嘘やろ、びっくりしちゃった。ちょっと待ってね、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 なんか配信画面が見えちゃってるんだけど、困ったことに。ザチキンさんが投影してくれてるんだけど、ちょっと画面が見えちゃってるのは困るから、ちょっと待って、ディスコード見えないようにすればいいのか。ディスコード裏に隠しました。ミュートの時だけパッとするようにしよう、つけるの嫌だからね。おーナイスです。ナイスです。ナイスだよい。今怖かった。ミニ奪われた。ミニ奪われてる。かけたマジで。急に成長するが怖いな。急に取るじゃん。まあクロムさん何も言わないってことはナイスミニなんじゃない？ね、怖かったマジで。まあ一応チェーンシフターは人外なんだから。まあ、まだ黙ってる可能性もあるんですよ。そう黙ってる、釣らない方がいいですよこれは。終わりました。チェーンシフターって人外なんだ。あそう第三人外の人外、うん、あー分かった。そうさ、最後で自分がチェーンシフターだと負けになっちゃう第三人外。そうだね、釣った方が安全ってこと。まあ分かったら釣った方がまあその後は役職は変わらないんです。そうですね、ただ僕はもう釣れないと思いますよ。もうそうだね、ちょっとそんなに僕も付け替えたんで、もう付け替えた、もうボタン押された後だとね、あの反映されちゃってるから、はい、うん、そういう意味ないけど、ね、そういうことか。そうそうそう、よいしょ。今ね、ああ俺か、なるほど、クルー陣営から奪っちゃったのね。あれ助かるんだっけ全員でも。これなー、あざす、おかげさまでピヨンさんにつけることができました。ピヨンさんなんやろね。ザニキミオ、あーザチキンさんが落ちた、死人が落ちていくね今日のゲームは。多分クルー陣営なんだよな、リオンさんの。オッケー。ああ。ナイス。人気になこいつら。死んでる。死んじゃった。ほら。しょうがないね。多分ね、クロノコはエンジンから左に行ってると思う、うん、停電前に。コックピットあたりにいた気がしますけど、うん、だと思う。で、いた。で、タクヤリオンが多分、はい、なんか並走に近い形でミーティングルーム上がって一緒にタスクしてるから、はい、でこの2人ができないです、はい、で多分コックピット側に、うん、停電前に走ってってるのを見てる、うん、僕の記憶が正しければクロノコさん、ゾニキさん、ミオさん、うんうんが左ってもう一人なかったかな。ジンさんもいた。はい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 。いた。が左に行ってるな見てます。うん、そうダスクもコミュ直してるからそこら辺にはいた。そう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 。うん。いっぱいいたよね。なんか。うん。うん。でコックピット3の時があってジンさん、ゾニキ、
黒猫さんもなのかわかんないですけど、それで私が最後に出たって感じですね。で、ジンさんが2番目だと思います。あれ、ヨツハさんもいなかった。あ、ヨツハさんかな、そうかな。うん、そう。あ、で、その後に私、展望まで行って、停電直してます。えろ。で、そこは、そこまでジンさんが、武器庫の下のタスクやって、私は抜けて、で、停電直しに行ってっていう。トリキさんからヨツハって死人出ますか？あ、あれですよね。にいましたね、そうです、キッチン展望のドアを開けて一緒に入っているので、そうですね、そうですね、多分ゾニキさんから四つ葉を弾いてもらえるかなと思います。あ、そうですね、はい、大、うん、切る位置はないと思いますね。今キッチンにいるってこと、四つ葉ページおめでとう、展望ありがとう、うん、展望これでいっぱい切れる、やっていこうすか。あ、ちなみに僕言ってないですけど、金庫で、まあ、ベント否定してくれなら大丈夫ですけど、金庫からベントあるんで、僕コックピット切れるから、うん、はい、コックピットにいなかったよね。いなかったです、いなかったです。いなかったですね。だからそのタイミングでベント飛んで切るはできる可能性だから、ベント否定してくれるなら僕も白取れるかなと思うんですけど。やっぱり、うん、否定はしないけど、別に。まあ、こっから切るんでね。なんかさっきもう一人落ちちゃった人いませんでした？ザチキンさん。ザチキンさんですね。あ、うん、大丈夫。はい、よかった。ザチキンをネイキブに行ってほしい。ザチキン。ユンカイ。さあ何になってるか。クルーでした。リオンさん、あなた敗北陣営ですね。じゃあ隠し城だね、俺たちね。はあ、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、いいボタンじゃないこれ。いい取るやつなんだ。お、マジ？まだまだ、はい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 、終わる終わる。そうやばすぎ。え？あ、そんな死ぬ？やべ、やばかった。やば。いや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 、時間的にめっちゃなんかね、30秒ちょっとぐらいじゃないのって思うけど。うん、うん、体感で言うと、ね、なんなら30秒経ってたかって聞きたくなる。そう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 、それぐらいのレベルだと思うけど、一、うん、人では無理です。うん、当然、うん、だ、少な、だ、30秒ピッって言うんですか、ゾニキさん。いやそうは言ってないけど、で、あと死人だけいいですか、ラウンジからアーカイブ抜けてるヨタさんは見てるんで、そこだけ。え、はい、ああ、ゾニキさん確かメイン脇じゃなかったでした、ゾニキさん。ごめん、あ、だったかな。セルフィスさん、それいつの話？貨物だから停電なる結構前かな、停電なる前ぐらいにラウンジで僕便所ボコボコしてる時に、うん、あの四葉さんが一番右の便所でボコボコしてて、うん、そのラウンジからアーカイブ抜ける姿見てるんですよ。でも停電直したは僕なんですけど、貨物で停電前、あとどっち、停電前かな、抜けたのは。じゃあおかしいね、私アーカイブでタスクしてて、タスクの、まずタスクするふりをしたんだけど、対戦だったから、終わったから私タスク、まあ、ラウンジから左抜けてるのは見て、ここで停電になって貨物には来てないのは確か。リオンさん、あ、うん、殺されたくなくて、アーカイブ見るの、うん、私殺されたくなくて人がいる場所にいようと思ってアーカイブにいたんだよ、うん、で、うん、停電になる瞬間までアーカイブにいて、四つ葉ちゃん見てないんだよね。扉閉まってた、右のアーカイブ覚えてる？覚えてないな。でも一応私は停電直しに行こうとして、うん、昇降機降りて停電直ったからアーカイブ戻った時に担々麺が一緒に来てる。あ、はい、からアーカイブに死体がないことは証明される。うん、なんだ、リフトまで多分担々麺見に行ってる。はい、今回多分ゾニキさんも私目線は無理ですね、小月目線は。うん、一緒にダウンアップロードして、うん、はい、だからアーカイブまで来てるとは思わないんだけど、扉見たいかな、もし、し、あ、閉まってる場合は。あ、でも釣り盤面ですよね、ここ、はい、あ、そっか、うん、僕、リオンさんを信じられるので、あの、色、あの、ちょっととある意味があって信じられるので、僕はセルフィーさんに入れてます。あ、そうなんだ。僕釣ったら勝って終わりますよ。で、対抗位置、あ、本当に終わった。あ、僕本当に村ですよ。あ、終わったわ。本当に対抗位置は、ちょっと対抗位置は、はい、対抗位置リオンさんです。リオンさんはないかな。リオンさんはないんだよな、絶対にないんだよな。なぜなら僕がチェーンシフターをなすりつけたからです。僕はチェーンシフターをなすりつけたからです。なので
イビルミニだったからもう1キルの方を考えたときに、あなたかい。はい、はい、ありがとう、はい、リオの代わりボタンを押してくれてありがとう、はい、まあこれで確定だったのが分かっているので、そうだよね、はい、僕も追ってます。終わりました、はい、ちょっと情報があります。はいはい、ダスク元ジャッカルなんだけど、でダスクはリクさんシャワーで切っていて、このターンからチェーンシフターになってる。だから、やいや、そのターンすれ違ってるの、多分リオンさんとリクさんしかいないから、うん、いいですか、あ、ごめんなさい、話させてほしいです。もともと僕が、チェーンシフターでリオンさんになすりました。で、クルーになりました。で、さっきのターン、リオンさんは、アーカイブにいたと言っていたので、今、リオンさんはジャッカルだと思います。あー、じゃあリオン、あーなるほど、そう、なのでそう、でもそうそうそう、あれダスクさん負けちゃうんじゃない、悪いことするじゃん、リオンさんったらダスクさんは負けるんですかね、これ。あ、でもインポスターがダスクはもう、ダスクはもうなすりつけてるから大丈夫、あ、そうなの、負けない、はい、やば、いや、じゃあダスクさんはなすりつけてるから大丈夫で、じゃあリオンさん釣ればハスリつけられてる人以外は勝つから、リオンさん釣っちゃえばいいかな。うん、よくないよーその気で。よくないよ。ごめん、チェーンシフターで白を取ってたのに黒になっちゃってて、かわいそう。リオンさん白やと思ってたから。あ、私ハスクさんとすれ違ったっけ。いや、私誰がナスリつけられてるかわかんないの、これ。怖いです。分からんけど、私じゃないから、私じゃないからリオンさん釣る。よくないよ。格がないぞ。しょうがないじゃない、近くにいて落とせないしかいや大丈夫、ゾニキさん負けるよ。え、はい、なんだこれ。本当だ。あの場面であれだ、釣り切っちゃったらチェーンシフターってあれなんだ、勝てるんだ、その場のチェーンシフターだったら。議論中わかんないか、かわいそうすぎるゾニキさん。あ、やば、やば、私じゃないかと思ってたけど、そうじゃないんだ。そっかそっかそっか。ゾニキさんめちゃめちゃすれ違ってたってこと？覚えてない、覚えてない。そう、ミーティング、停電中、最後さらって。ああ、マジか。最後、勝てると思った瞬間に頭の上見たら、ジャッカルって書いてあって、めっちゃ笑った。もう、リオンさん、リオンさん絶対白や。と思って。私のだから、セルフィーさん釣れば大丈夫だなと思ってた。本当イビルミニについてくるのマジでやめな。可愛かったんだもん。黒猫が黙ってくれるんだからよかったけど。失礼された、黙ってた。黙ってたの草なんだよ。ピンゴ。よいしょ。じゃ全員いるね。マチャミさん大丈夫そう？ほりよ。今のとこ100前後で安定してる。じゃ行くよ。はい。はい。お願いします。お願いします。お願いします。すごい組み揃った。おもろかったな。あんな可哀想な負け方あるんやな、リオンさん。